はいどうも、ズーズーちゃんです。本日はですね、プレデター XP とプレデターマリスコントロール。何がどう違うのかっていうところを見ていきたいと思います。価格帯的にはこちらの方が高くて、こちらの方が少しだけ安いんですけども、ほぼ同ランク、同レベルで並んでるようなこの2足。まあぶっちゃけ違いがすごくわかりにくいので、こちらでね、お伝えできたらいいかなと思います。で、まず、こちらがプレデターマリスコントロールになります。こちらが XP ですね。違いはアッパーの素材。まずここですね。アッパー素材が、こちらはニット。XP はニットが使えてます。一方で、マリスコントロールはカンガルーレザーですね。が採用されております。で、同じようにプレデターフィンは採用されてるんですけども、XP の方は、ニットをもともと、こういう形に成形したようなところに、上に樹脂フィルムを重ね合わせたような設計になっております。一方で、マリスコントロールは、ここにも樹脂パーツを貼り付けてあるんですね。なのでこっちの方がより凹凸感出てますし、グリップ感もこっちの方が触った感じだけでもすごく出そうだなっていうようなものになっております。まずはこのアッパーの違い、カンガルーとニットっていうところの違いは押さえておいた方がいいと思います。またシューレース周りに関しても、こちらの方が少しだけ調整しやすいようにはなってます。っていうのもマリスコントロールの方がシューレースホールが一応7個プラス1の穴が採用されているに対し、XP は、基本6なんですね。しかも終端が上しか開いてないです。マリスコントロールは全部調整が効きますし、終端も、独立型なので、マリスコントロールの方がよりフィット感が高めやすいようなシューズには仕上がってます。一方で包み込むような、ニットで包み込むようなフィット感っていうのは XP の方に分があると言えるでしょう。また中足部以降 XP は、やはりこちらはもうニットでずっと構成されてます。構成されているに対して、マリスコントロールに関しては途中から人工皮革が採用されております。まあ、オールレザーではないという話ですね。このあたりはまあ普通に好みで、履き分けていただくような感じになるのかなと思います。でぶっちゃけ後の仕様なんですが、ほぼ一緒です。インソールのそのヒールアップ効果っていうのもどちらもありますし、まあアウトソールもね、見てもらったらわかると思うんですけども、全く一緒です。中底も一緒。なので、履き心地、走り心地っていうのは、まあかなりどちらも近いシューズに仕上がっております。違うのは、この前側だったり後部だったり、この辺のフィット感のところ、そして微妙に作りが違うこのかかとのフィット感のところ、アッパーのフィット感っていうところと、この蹴り心地の違いっていうのが、プレデターマリスコントロールとプレデター XP の大きな違いになると思います。ちなみにですが、こちらサイズが違うので、単純比較は難しいと思うんですけども、25.5 センチでマリスコントロールは290グラム、25センチでプレデター XP は275グラム程度でした。なので、ニットで構成している XP の方が少し軽いとも言えると思います。はい、というわけで、アイダスさんから出ている最新のラグビースパイク、プレデター XP とプレデターマリスコントロール、こちらの違いを説明させていただきました。まあ、ぶっちゃけたところ、まあ、どちらでもいいっていうのが個人的な印象なんですが、少しね、やっぱりアッパーの作りが違う。ベースとなるラストは同じだと思うんですけども、履いた感じが微妙に違うので、ここはね、なかなか履き比べれるお店ってないと思うんですが、できれば、両方とも履いて、履き比べてから、どちらかをチョイスした方がいいかなと思います。どうしてもできないっていう場合は、レザーを使ってて、よりキック精度を高めたい、このフィンで高めたいよっていう方は、マリスコントロール。逆にもう少し通気性とか、軽量性も欲しいなって方は、XP っていう感じで、履き分ける、買い分けるっていうのも、まあ一つ手かもしれません。それでは本日は、プレデターマリスコントロールとプレデター XP の違いについてでした。ご視聴ありがとうございました。またよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。